今月花角知事が降り立ったのはベトナムの首都ハノイ市です。県内企業の進出など新潟との経済的な交流が深まっているベトナム。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりとなった今回の訪問には花角知事のほか五泉市の田辺市長や県内企業の関係者などおよそ50人が参加しました。新潟県というものをですね、ベトナムの要人の皆さんにですね、認識をしていただく、それが一つ今回の訪問の大事な目的だと思っています。新潟を知ってもらうため花角知事が訪れたのは外国からの投資の誘致などを担う計画投資省です。県は4年前ここに企業のベトナム進出などを支援する窓口新潟デスクを設置しましたが、こちらから日程で新潟デスクの皆さんはちょっと仕事が少なくて面会したゴック副大臣は来月にもオンラインで新潟とベトナムの企業をマッチングさせる機会を作ることを提案。また技能実習生の活動を支援する政策を求めました。技能実習生の皆さんがベトナムに戻った後もですね、何らかの形で新潟の企業などとつながるような、そういうことも意識をしていきたいと思います。こうした中、はい、こんにちは。熱い歓迎を受けたのは技能実習生の送り出し機関です。県内のベトナム人技能実習生はおととし10月現在で2276人、2016年に比べ 3.7 倍にまで増えていて、ベトナムがこうした人材の交流を強化するのには理由があります。若い人たちをどんどん採用されちゃうということになりますので、やはりこう途中で失職してしまうということになりやすいです。人口およそ1億人のベトナム、増加する人口に対して働く場所が少なく、今後10年間でおよそ200万人から300万人の失業が予測されています。ベトナム人が新たに就職する場合やキャリア形成のためには日本での技能実習の経験が一つの武器になります。ぜひ皆さんに、新潟で新潟の企業で、あるいは新潟の関係する、職場で、活躍してもらいたい。一方、花角知事3年ぶりのベトナム訪問です。旧正月前ということで街は非常に混雑しています。今月22日にテトと呼ばれる旧正月を迎えることから、街には食材や縁起物など様々なものが。一体何だろう、これスッポンだよね、スッポンだよね。わ、これは柿だ。ちょっと心配な色だけど、佐渡とちょっと違います。佐渡のあんぽ柿とはちょっと違うね。いや、しかしすごいカオスですね。来てないもん、以前はこういうところには。はい、本当に24時間滞在とかだったので弾丸だったので、いや初めてです。現地の雰囲気を体感し、さらに公務への熱が入る花角知事。在ベトナム日本国大使館で意見交換を行うと、最後に訪れたのは国家主席の官邸です。投資と、そして貿易の経済関係の交流を地方政府としてしっかり進めていきたいと思いますし、加えて観光の交流、あるいは人材の交流も進めていきたいと思います。日本とベトナムは外交関係を樹立してから今年で50周年の節目を迎えます。人を育てるということについて非常に強い関心を持ってますから、
まあ、それを逆に新潟県も、まあ、ウィンウィンの関係で活用させてもらいながら同時に支援することで、まあ、将来にわたって長い関係でベトナムと付き合っていけるんじゃないかなと思っています。はい、今回の訪問では花角知事が非常に政府との連携を大事にしている、重要視しているのが分かりますね。そうですね。というのもですね、はい、ベトナムは社会主義国家です。それで共産党による一党支配体制を敷いています。そのため経済的な交流を拡大していくためにも、やはり政府にどれだけ新潟を認知してもらい後押ししてもらえるかというのが大きな意味を成してくると言えます。一方で今回知事と面会した2人が話していたのが、ベトナムに投資をしてほしいということでした。ベトナムは去年の実質 GDP 成長率が 8% を超えるなど、アジアの中でも成長が著しく、日本国内の他の自治体も関係の強化に向けて動いています。こうした中で新潟の存在感を高めるには、ベトナムへの投資やメリットのある政策を打ち出せるかが重要で、人材交流の面で花角知事は、技能実習生がベトナムに戻った後の支援も今後考えていきたいと話していました。はい、今回は民間との交流では何か進展はあったんでしょうか。はい、それがですね、花角知事は新潟空港の活性化に力を入れている中で、今回ベトナムの格安航空会社ベトジェットエアとの接触の機会を伺っていました。しかし今回は残念ながら接触することはできず、新潟空港からの直行便などの就航に向けた取り組みは引き続き行っていく考えです。さて、明日も引き続きベトナムの話題をお伝えします。